みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのしほとりみりん。はい、というわけで今回はこの仕切りがあるということはですね、今回はね、テレパチみぞチャレンジをやっていきたいと思います。はいはい、サムネである通り今回はピザですね。しほちゃんがやりたくてやりたくてしょうがなかった企画ですね。それ仕方なかったんですけど、はい、これは簡単で、ただピザの生地に具を乗せて、それがテレパシーで同じになるかみたいな感じですね。そうですね。そうですね。それでね、うん、もう見ての通り、具が結構少ないんですけど、まず説明しちゃいますね。うん、まずソースがケチャップとマヨネーズとカレーでございます。カレーカレーはね、うん、ちょっと思いつきで入れてみました。はい、ピザソースがね、売り切れで手に入らなかったんだよね。そうですね。なのでちょっと今回ピザソースなしでになりました。ケチャップになりました。はい、ピザソースの代わりが、はい。はい。というわけで次に具ですね。具がソーセージと生ハムとベーコンになります。はい。はい。はい、この3種類からですね。どれもピンクなんで可愛いと思います。関係あんのよ続いてチーズなんですけど、このスライスチーズか、なんか粉っぽい、なんか粉じゃないけど、なんか切れてるチーズ、うん、パラパラしてるチーズ粉粉じゃないんだけど、はい、うん、そちらの2種類から選ぶ感じになります。はい、それでもう焼いて完成。そうですね、焼いて完成焼くの？焼くんだよ、最後焼くんだよ、ピザは。そう、焼いてチーズを溶かすの。そう、ということでやっていきますか。やっていきましょうか。はい、ということでね、まずソースを選んでいきたいと思います。はい、くるりんぱ。くるりんぱしないと。オッケーオッケーオッケー。ということで選んでいい？じゃあいいですかね。まず選んでくださいね。意味もう決めてあるんです。何？せーのでできる？スイッチャー。あ、できます。せーの、こちらでーす。はーい、この色です。うん、いい？いいよ。じゃあ塗ってください。どうやって塗るの？あのね、こうやって、このくぼんでるところを、ギューってかけちゃった。うん、くぼんでるところにまんべんなく塗り渡るようにしようか。じゃあいいじゃん。いい？いいじゃない？いいじゃない？もうじゃあ、OK ですか？ちょっと待って。いい？いいじゃん。はい。続けるよ。リミは普通に美味しいピザを作る。そんなそうでしょ。いいですか？はい。はい、ということで次にね、チーズ。チーズを。チーズは2種類しかないですけどね。そうですね。このね、粉というか、なんかすごい、バラバラになってるチーズと、スライスでね、うん、1枚になってるチーズ、はい、さあ、どちらを選ぶのでしょうか。決めた？せーの、いきますね。うん、せーの、こちらです。はい、こっちです、こっち。入れていい？じゃあ、入れてください。いきます。おいしょ。かわいい白。何も喋っちゃいけないんでしょ。そうだね、世間話とかあるよその内容にはダメ。ピザの内容、内容はさすがにねえ。リミ、白頃可愛くない？それは知ってるよ世間話ってどう、何すればいいんだろうね。兄弟で世間話なんてしないよね。しないよね。しない友達とならするけどさ、うん、ねえ、好きな人いる？え、いる。え、誰？教えてとかなるけどさあるの、そんなの。なんで、あるよね、普通。できた。え、女子でさ、恋愛話しない人とかいなくない？え、しーちゃん、そのことでバレちゃうよ。え、そんなことないよ、大丈夫。バレちゃう。大丈夫だよ、大丈夫よ、大丈夫だよ、こんなバレちゃうよ。バレてる。はい、じゃあ最後ですね。はい、最後ですね。今回は3段階だからあっという間だね。だね。このね、ベーコンと生ハムとソーセージのこの3種類から選ぶ形になります。はい、意味は決まってます？決まってる。決まってる。じゃあ、いく？おいしいやつよ。いくよ、せーの、
これじゃじゃーん、こんな感じで。さあ、今からいい、うん、かけるよ、うん、もう美味しそう、やばい、もう美味しそう、だん、にだん、にだん、にだんは汁がすごい、にだん終わりました。いったん、完成ですね。完成です。いったん、できた、できた。はい、じゃあね、もう3工程終わったので2人ともね、はいはい、一応出来上がってますかね。リミはこれだなと思いましたよ。私今回リミ攻めで行ったんで。そうですか。じゃあ、はい、ちょっとです、まずしほちゃんの方から、こんな感じで。ソースはこれで、チーズがこれで、うん、具がこれです。はい、これしか言えないんですけど、これとこれとこれです。これとこれとこれ、はい、これとこれとこれです。じゃあリミさん、ママ合ってる、こんな感じです。さあどうかな、見てよくない、これ。うん、ね、そういうのと自信作ですか。自信作です、自信作ですね。なるほど、美味しそう。はい、ということで、はい、開けて、ママ。じゃあ、答え合わせしますか。はい、ここ。ちょっと待ってね。ここ開けるね。いくよ、リミ。リミ、あれ、自分で開けるの早い。いくよ。うん、じゃあ、カウントしてください。いきます。うん、3、2、1、どうぞ。じゃじゃーん。一緒じゃないこれ。やばい、全部一緒でした。イエーイ。いやでもこれね、具材失敗したね。ちょっとこの美味しそうなさ、ベーコン買っちゃったからさ、みんな惹かれるよね、このベーコンに、うん、ソーセージとベーコンと言ったらベーコンだし、だよね、マートベーコンって言ってもベーコンだからだよね、うん、で、あとソースもさ、絶対マヨネーズとカレーはちょっとってなっちゃうよね。でさ、チーズもやっぱこっちが普通だよね。チーズも2枚こう乗せるのもなと思っちゃうよね。やっぱこれ、あれだね、材料が甘かったね。だね。ということでね、見事成功でございますね。やったー、簡単、簡単。確かに全部あったのは初めてだね。初めてだね、やったね。初めて、うん、全部あったのは初めて。1個だけ間違ってあと同じとか言うのがあった。それケーキ、それ5工程くらいあったもんね、毎回。わー、うん、プリンポ、もう美味しそう、もう美味しそう。ねえ、ひーちゃん見てこれ、よくない？見て私のこれ、絶対お店も、お店でも出せるよ。お店でもリミに出せるよ。どうする？今焼いて食べるか。どっちがいい？どっちがいい？お腹空いてる時に食べるか。今食べる。今食べるの？本当？食べれる？うん、食べよう。これじゃあ焼こっか。焼いて食べよう。うん。見てください、できました。美味しそう、美味しそうだね。ちょっとチーズ増しちゃったけどね。食べてー、実は。食べてー、うん、食べてみる。いただきます。どうかな、うわ、熱っ、熱いよ、めっちゃ熱い。結構足んないかも。でも、こんなもんじゃない、落ちちゃった、落ちちゃったね。フォーク、どう、うん、うん、包むと美味しそう。なんかたっぷりすぎちゃったかな。っていうかベーコンも分厚いしね。うん。これ結構ね、見てください。おいしい。分厚いんですよ。ね。こんな。こんな感じで。どうですかリミさん。おいしい。美味しいですか。どうですかシロンさん。シロンさんは見てるだけですね。食べたいな。食べたいですって言ってる。私にもくださいって言ってる。ね、どう、おいしい、おいしい、うん、おいしそう、見るからにおいしそう。おいしいものしか見てない。パパ、めちゃだね、うん、これ、おやつではちょっと多いかな。そうだね。うん、チーズマシマシだからカロリー的にやばい。うん、でもマシマシの方がおいしいから。うん、あんふん、おいしい。はい、じゃああとはね、パパとママも加わってゆっくり食べましょう。はい。急になんで無言でそうなの。見せたかったの、パパが焼いたから。パパ見せたかったんだって。これパパが焼きました。どうでしょう、褒めてあげてください。ね、しつこくない、ちょっともうよくない。はい、ということで今回はね、テレパチーピザ見事成功しました。ということで今回はここまでで、まずいい
いい、まりみちゃんももぐもぐしてるからいいか。それでは、バイバーイ。あんふん、食べさせろ。くれよくれよ。ママ俺じゃないよ。これは女の子です。です。え、でも男に見えるよね。なんかね、シロンとコロン並んでるとなんかね、コロンが男の子でシロンが女の子みたいに見えちゃう、うん、で、俺とそこに言っちゃうよ。言っちゃうよね、言っちゃうね、俺って感じ。わかってるんだけど、俺俺って感じ、コロン、うん、ね、かっこいいから。ふざけんなとこで。女だわしはって。わしは。バイバーイ。